ヘルマン・エビングハウスは記憶に関する実験的研究の先駆者で忘却曲線を発見したことで知られるドイツの心理学者。また、初めて学習曲線に言及した人物で反復学習の分散効果を発見した。新刊と派の哲学者、ユリウス・エビングハウスの父親。エビングハウスは1850年、プロイセン王国のライン州バルメンで、 裕福な商人の子として生まれた。幼少期は、ルター派を信仰して、町のギムナジウムの生徒だった、くらいしかわかっていない。17歳の時に、ボン大学に入学。ここで、歴史や文学を学ぶつもりだったが、彼は哲学に興味を持った。1870年の不屈戦争で研究が一時、中断するも、1873年に、 哲学の論文を書き上げて、23歳で博士号を取得した。続く3年間は、ハレとベルリンで生活していた。哲学博士の取得後、エビングハウスは、英仏で学生の家庭教師をして、生計を立てていた。ロンドンの古書店で、グスタフ・フェヒナーの著書、精神物理学要項と出会い、これに、感化されて彼は有名な記憶実験を行うこととなる。 ベルリン大学で研究を始めた。彼は、ドイツで3番目の心理実験研究所を設立し、1879年から自身の記憶研究を始めた。1885年、彼の記念日的な書籍、ウーバーダズ・ゲデストニス、アンタース・シンゲン・ツアー・エクスペリメンテル・エン・プシイコロジが出版された。これは後に、英語版を経て、日本でも記憶について、 実験心理学への貢献が出版されている。この出版物の功績は非常に大きく、彼はベルリン大学の教授に就任した。1894年、おそらくは論文不足のために哲学部長への昇進が見送られたエビングハウスはブレスラウ大学に移籍。ブレスラウにいる間、彼は子供たちの精神能力が学校の日に、 どのように低下したのかを研究する委員会に従事した。どのように精神能力を計測したかの詳細は見つかっていないが、当委員会で成功を成し遂げた成果が、後に知能指数検査の基礎となった。彼は、ブレスラウにも心理実験研究所を設立した。1902年、エビングハウスは次の書籍、大グランデス・ジュデア・プシーコロジュを出版した。 それはすぐに高い評価を受け、死後もずっと好評が続いた。1904年、彼は晴れに引っ越して、人生の晩年となる数年間をここで過ごした。1908年、最後の出版物、アブリス・デア・プシーコロジが世に出た。これも、また高評価が続いて、八班の増殺がされるまでになった。 この観光からしばらく後の1909年2月26日、エビングハウスは肺炎により59歳で死去した。エビングハウスは当時の常識では無理と思われていたが、実験によってより高次な精神的過程が実際に研究できることを明快に示した。記憶実験において最も混乱をきたす潜在的な武器を抑えるためには、記憶するのは容易でありつつも、 事前に学習認知されない言語リストを用いた複彰が必要となる。そこでエビングハウスは、後に、ナンセンス音節と呼ばれるアイテムを使った。ナンセンス音節は、シーンボインシーンという組み合わせで、シーンの繰り返しはなく、音節自体に別段の意味もない。意味を持つ CAT やボレなどは除外された。 意味のある音説を削除した後、エビングハウスは2300個の音説に行き着いた。一通り音説集を作成したところで、彼は箱からランダムに音説をいくつか取り出して、それらをノートに書き留めた。その後、メトロノームの規則的な音に合わせて、同じ抑揚でそれら音説を読み上げて、手順の最後に彼はそれらの音説を想起しようとした。 一回の調査に延べ一万五千回の朗読が必要だった。研究の後、人間はナンセンス音説にさえも有意義な意味をつけることが決定的となった。ナンセンス音説ペドは、孤事のような音説よりも無意味ではない。音説同士では連想化が異なると言われている。これを認識したエビングハウスは、特定の意味を持つ可能性が低く、 より容易な検索のための関連付けも試みられ、辛いような音節の列をナンセンスとだけ言及するようになる。彼の記憶研究にはいくつかの限界があった。最も重要なのは、エビングハウス自身が研究の唯一の主題だったことである。これは他の人々にとって研究の一般化可能性を制限した。彼は、 より厳格に結果を維持管理するため自身の日々のルーチンをも統制しようとしたが自分以外の参加者を排除するという彼の決定は内部の妥当性が確かだとしても研究の外部妥当性を犠牲にしてしまった付け加えるなら彼が自らの個人的影響を説明しようとしても誰であれ研究者が参加者を同時に兼ねている場合はそこに 固有の偏見が内在してしまう。また、エビングハウスの記憶研究は、意味論や手続記憶や簡易記憶術といった、より複雑な記憶の問題研究には立ち入らなかった。代表的な忘却曲線1885年、エビングハウスは、画期的な記憶について、実験心理学への貢献を出版し、学習と忘却のプロセスを記述するために自身で、 行った実験について書いた。彼は今でも支持されている有意義ないくつかの発見をした。最初に挙げる、忘却曲線は、ほぼ間違いなくエビングハウスの最も有名な発見である。忘却曲線は、学習した情報が指数関数的に失われることを示している。最も急激な記憶現象は、最初の20分で起こり、 最初の1時間を通しての減衰も著しいものがある。この曲線は約1日後になだらかとなる。エビングハウスによって記された学習曲線は情報をどうやって早く学ぶのかについて言及している。最も急激な記憶増加は初回学習の後に起こっていてその後は徐々に増加する。これは反復学習のたびに覚える新しい情報が 少なくなることを意味している。忘却曲線と同じく学習曲線もまた指数関数的である。エビングハウスは系列位置効果も文書に残しており、これは項目の位置がどれくらい早期に影響するかについて述べたものである。系列位置効果における主な二つの概念は直前性と初等性である。直前効果は直前に入ってきた情報ほど、 短期記憶に残っているので思い出せる量も増加するというもの。初等効果は反復学習が増えるとリストの最初にある項目がよりよく記憶されて長期記憶にも引き継がれることを指す。もう一つの重要な発見が記憶の貯蓄である。これは情報が意識的にアクセスされていなくても潜在意識で保持される情報量を指す。 例の実験でエビングハウスは項目のリストを完璧に想起するまで覚えたため、今度はいずれかの項目をもはや想起できなくなるまでリストに目を通さなかった。その後で彼はリストを再学習し、今回の学習曲線と以前のリスト記憶をした学習曲線とを比較した。結果は再学習の方が全般的により早く記憶されており、 この二つの学習曲線の違いが発生したのは、前回の貯蓄によるものだとエビングハウスは語った。エビングハウスはこのほか不随記憶と随記憶との間の違いに言及し、前者は明らかに自然で、意思を伴わない行為でなんとなく生じたものだが、後者は意思の努力によって意識の中に持ち込まれたものだとした。記憶研究における、 エビングハウスの影響はすぐさま現れた。過去2000年間で記憶についての出版作がほとんどなかった中、エビングハウスの仕事が1890年代のアメリカにおける記憶研究に拍車をかけ、1894年だけで32の論文が出版された。この研究は機械化された。 記憶術測定器の開発とともに、もしくは記憶の研究と記録を支援する装置の機械開発と一緒に発展した。彼の研究に対する当時の反応は大部分が肯定的だった。著名な心理学者、ウィリアム・ジェームズは、この研究を英雄的と呼び、それらが心理学の歴史における唯一の最も素晴らしい調査であると語った。エドワード・キシェナーもまた、 記憶の話題に関する、この研究は、アリストテレス以来の最大の事業だと述べている。エビングハウスは、児童の能力を研究する際に、文章保管の練習問題を先駆けて開発した、ともされている。それを、アルフレッド・ビネーが釈用し、今でいう知能指数を測るビネーシモン知能、尺度測定法に、同種の問題が組み込まれた。文章保管はそれ以来、 特に非陳述記憶の測定に活用できるとして、記憶研究において、後半に使用されている。また、患者の動機づけや動員を援助するためのツールとして、心理療法でも使用されている。また彼は、語彙未論と社会学を、レフビゴツキーラと共に研究していた、シャーロッテ・ビューラーにも影響を与えた。エビングハウス作詞。二つのオレンジ色の円は全く同じ大きさ。 でも左側が小さく見えてしまう。エビングハウスはまた相対的な大きさの錯覚、後に発見者の名前からエビングハウス作詞として知られる目の錯覚を発見したとされている。この錯覚の最もよく知られたバージョンは同じ大きさの二つの円があるのだが、片方は大きな円で囲まれており、もう片方は小さな円で囲まれているというもの。 前者の中心にある円は、後者の円よりも小さく見えてしまう。この錯覚は、現在、脳内の多様な知覚経路をより詳しく探求するために、認知心理学の研究で幅広く使用されている。さらにエビングハウスは、初の標準的な研究報告書の原案にも大きく、関与していたとされる。記憶に関する論文で、エビングハウスは、導入、方法、結果、 議論という四つのセクションに分けて記述した。この様式の明瞭さと構造は、同時代の人たちに非常に深い感銘を与え、論文規律における標準となり、今や全ての調査報告がエビングハウスによって配置されたのと同じ基準に沿っている。ティチェナーやジェームズといった著名な同期人とは違って、エビングハウスは特定の心理学学校を創立したわけでもなく、 生涯の広範囲な研究で知られているわけでもなく、ただ三つの研究を成し遂げただけである。彼は、実験心理学の先駆者という称号を自分自身に与えようとも思わず、弟子を持つことを求めず、新しい分野の開発は他の人に任せた。エビングハウス以前は、記憶研究の大半の貢献が哲学者によるもので、それも、観察の説明と試作が中心となっていた。 例えば、イマヌエル・カントは、認識や、その構成要素を議論するために純粋説明を、用いた。フランシス・ベーコンは、以前学習したマルアンキリストの早期を単純に、観察しても、記憶の、芸術には役に立たないと主張した。記憶の説明的研究と実験的研究との、間にある二分法は、後に、エビングハウスの生涯の中で、特に元同僚。 ビルヘルム・ディルタイとの公的論争と重なって反響を呼ぶことになった。ベルリン大学の同僚ディルタイとの公的論争でも示されていたが、エビングハウスは先駆的な実験心理学を新しい科学の方向性として強く擁護していた。1893年に彼がベルリンを去って少し後、ディルタイは説明的心理学の美徳を称賛する論文を発表した。 精神は複雑すぎると主張して実験的心理学は退屈なものだと非難し、内観が心を研究する望ましい方法だという内容だった。当時の議論は主に心理学が心の説明なり理解を目的とすべきかどうか、それが自然科学か人間科学のどちらに属するかというものだった。多くの人はこのディルタイの論文をエビングハウスを含めた。 実験心理学に対する適厳しい攻撃と見ましており、エビングハウスは個人的な手紙と長い公の通列批判記事でディルタイに返答した。ディルタイへの反論の中で心理学が仮説的な仕事になることは避けられず、ディルタイが攻撃している。心理学は私の実験革命以前に存在していた種類のものだ、とエビングハウスは述べた。シャーロッテ・ビューラーは 約40年後、エビングハウスのような人々が、1890年代に、古い心理学を葬ったと述べ、彼の言葉に同意した。エビングハウスは、ビルタイが、ビルヘルム・ブントやティチェナーのような構造主義者の、現状維持を提唱し、心理学の進歩を潰そうとしているのは信じられないと、言って、通列批判の説明を行った。いくつかの現代テキストは、 依然として、心理学者よりも哲学家として、エビングハウスを記述しており、彼も、また哲学の教授としての人生を過ごしてはいる。しかしながら、心理学を哲学とはまた別の学問分野とみなすよう、彼が戦ったことを考えると、エビングハウス自身はおそらく自分自身を、心理学者だと述べるだろう。エビングハウスが、 自身の取り組みの中で影響を受けたものについてはいくつかの推測がある。教授陣は誰も彼に影響を与えたように思われず、彼の同僚が彼に影響を与えたという示唆もない。エビングハウスが博士号を獲得したフォンハルトマンの研究は、より工事の精神的過程が視界から隠れてしまうことを示唆しており、エビングハウスがそうではないことを証明しようと躍起に、 なった可能性がある。エビングハウスが感化されたとして常に挙げられる影響の一つがグスタフ・フェヒナーの精神物理学要項上下2巻の本である。その綿密な数学的手順にエビングハウスは感銘を受け、フェヒナーが精神物理学に対して行ったことを彼は心理学でやりたかったと言われている。この感化はエビングハウスが 私はすべてをあなたから借りていると記して、二番目の、作品、心理学の原則をフェイヒナーに捧げたことでも、明白である。ウォズニアック、RH、クラシックス・イン・サイコロジー、1855から1914、ヒストリカル・エッセイズ、W ・ブリストル、セムズ・プレス、フェイヒナー・コトバンク、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典の、解説より、 ab. ヘルマン・エビングハウス、リトリーブド、from internationalencyclopedia of the social, sciences,http:/www.encyclopedia.com/.topic/. ヘルマン・エビングハウス、アスピックスヘルマン・エビングハウス、記憶について、実験心理学への貢献、うつきたもつもちずき守る、さねのぶ書房1978年6月、 ABC ソーン、BM ヘンリー、TB コネクションズインザヒストリー＆システムズオブサイコロジー、ニューヨーク、フォートンミフリン、ISBN 零から六百十八から零四五三五、XABA ビングハウス、H、H、ルーガー ＆C、バッセニウス、トランス、ニューヨーク、NY、ティーチャーズカレッジ、グレーズ、JA、ザソシエーションバリューオブノン。 センスシラブルズ、ペディグジカル、セミナリージャーナルオブジェナティックサイコロジー。35、255から269、T.L. ブリンクサイコロジー、a ース u d e n t Friendly a p p ユニット7、メモリー、ピアニッシモ、126、トミトリー・ニコリン、メモリー、A.History Oxford University Press、2015年7月30日、 P240 動員とは、コトバンク、日本大百科全書の解説より、飯田秀春、岩波明、心理学がよくわかる、本、ポケット使い、修和システム、2008年、92から95ページ。ありがとうございます。